吉田さん、信頼関係ってのは作ろうと思って作れる部分とそうではない別の部分があるかなというふうに思うんですよね。その一つがローの字を間違えられるっていう体験をしたからこそ分かるわーみたいなね、あんな感じです。誰もがそうってわけじゃないかもしれませんけども、少なくとも私は自分と同じローの字を持っている人っていうのは吉谷さん以外には出会えてないんですよ。私が50年出会えてないのと、吉谷さんが40年出会えてないのと足すと90年出会えてないってことになると思うんですよね。まあ無理やり数字を大きくしなくてもいいんですけども、そのぐらいローを間違えられることが当たり前になっているというね。逆に間違えない人を期待する方がなんかね、難しいみたいなね。うん。なんか知んないけど、自己紹介して名刺も渡してるのに、領収書を書くときには、やっぱそのローを書きますか、みたいな感じになるんですよね。なんでここまで簡単なものを間違えるのかなと思いますけども、まあでも先入観なんですよね。おそらく、久保哲郎、吉谷拓郎っていう名刺を見た瞬間に、最後のローの字も頭の中でこのローだっていう風に見えてるんでしょうね。先入観から。まあですんで間違えた人を責めることはありませんけども、まあそっとね、恥をかかさないように、こうお伝えするみたいなことはあるかもしれません。これがだから、意識しないで作った信頼関係なんですよ。ローの字をお互い見たときに、あ、間違えられてきたに違いないっていうね、にやりとする感覚っていうのがね、あると思いますけどね。それから、意識して作り上げる信頼関係、これはですね、結局やめてないってことじゃないかなと思うんですよ。山口塾のスマホアプリセミナー、今でもタイトル覚えてますけどね、あそこで出会ったのは、私は山口塾を目当てに、段取りとして吉田さんに出会ったと思いますけども、今こうしていろんな体験を通じてみるとね、この10年間で、まあネオヒルズも毎日のことではなくなったんですけども、毎日目の前にいるのは、まあ、吉谷さんなわけですよ。それから、ナミさんもね、何かしら毎日いますね。振り返ったら、1年前も、3年前も、5年前も、10年前もいるわけですよ。まあ、ですんでね、こういった、3人衆の中に4人目が現れないかなと、たまーに期待することがあります。で、最初からフルスロットで行く人っていうのは、大体、その速度で消えていくかなっていうので、まあ、なんかこう、警戒するパターンっていうのは見えてきてるんですよね。まあだけどやっぱりね、お人よしなんでしょう。やっていけるはずだと。いろんな万難を排して、障害を乗り越えて、稼ぐってことに関しては正直なはずだと思うんですけども、なぜか稼げるフィールドや稼げる人から離れていって、稼げない普通の人の感覚に寄り添っていってしまうんですよね。だからやっぱりね、変人じゃないとできませんよ、こんなこと。変人じゃないと稼げませんよ、こんなこと。やっぱり世の中で起きうる普通ってのは、会社勤めして自ら歯車の一員になること。で、企業はリスクが高い。会社員はリスクが低いと思う気持ちが当たり前です。でも私はどちらかというと、会社員はリスクが高いと。企業はリスクが低いと。しか思えないんですよ。それからリターンの関係ですけども、会社員はリターンがほぼないと。起業するとリターンは無限大っていうこともね、感じながらトレードをやってますけども、トレードってね、ロスカットは限定的にできるんですよ。損害ってのは限定的にできるんですよ。でも利益って伸びるだけ放置しておくことだけできるんですよね。行くところまで伸ばせるっていうところがあります。だから投資をして、この感覚も生きてるなと思って、実はね、今深夜2時ですけども、5時間前、6時間前ぐらいにエントリーした FX、利益が伸びてきたんで放置して今に至るんですけども、伸びきってました。大利益です。大利益です。まあ、情報商材一発売るのと同じぐらいの利益がこうやって取れてしまうのはね、投資の面白いところですよね。集客せずとも、商品作らずとも、販売せずとも、売り上げ、お疲れ様でした。みたいな感じになります。その代わりやっぱりね、商品を作るよりも難しいのと、資金が必要ですからね。資金を作るのどうするんだって言ったら、ビジネスで作るわけですよ。資金がなくなってもビジネスするわけですよ。そこは変わらないです。だからコンテンツ販売が軸になる。コンテンツ販売を自由自在に扱えるようになっておかないと、次の世界に行くのはものすごく危ない旅だと思いますね。はい。というところでね、みだりに FX の商品売ってもいいもんではないというふうに思いますんで、やっぱりこう、回復力のある方とかね、ある程度覚悟のできる方やリスクの負える方に対して、
販売していこうかなとこれからも思いますね。はい、じゃあ以上でございます。